ゆかつんです。あ、ちゃんちゃん、ピート、あ、来た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 よ。二人でシンクロ、はーい、皆さんこんばんは。ギラリーの皆様も、としみんのハッピーパラダイス、略してハピパラ、ワクワクドキドキイエーイ、ありがとうございます。始まります。イエーイ。今夜のゲストですよ、ゲスト様。はい、ゆかつんでーす。よろしくお願いします。ゆかつんこと岩ヶ谷ゆかです。はい、岩ヶ谷ゆかさんでーす。はい、うん、初めましてじゃないしゆかつんはね、この後に ね、はい、ゆかつんの、ね、ときめきの扉というね、はいはい、番組があるんですが、私が前回フラメンコね、フラメンコのね、先生ですよ、美容家。はい。はい。フラメンコ、ね。このね、この辺をちょっとね、掘り下げて。おー、ありがとうございます。私にフューチャーしていただけるということですか。めっちゃ興味あって、ちょっと友達もお礼やってるんですけれども、難しかったんですよ、このパタ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 ね。そうですね。うん。いろいろあります。で、この前、これ。パルマと言いますね。手拍子が、音がすごくね、綺麗に入るんだよね。そうです。やり方があります。ね。この辺も、レクチャーしてくれるかな？いいと思う。やったー。で、まずは、はいはい、ゆかつんさ、なぜフラメンコの出会い、出会いを知りたい。いろいろ聞いてくださいまして、はい、まあ、思い返しますと、はい、思い返す。四半世紀前ですね。四半世紀というと25年前。言っちゃっていいの？あ、そういう意味じゃないか。はい、25年ね。はい、ワクワク。はい、そうなんですけど、とにかく昔にですね、若い時に、まだ私が20代の頃なんですけれども、まあ、お友達がですね、絶対ゆかにはフラメンコが似合うよと勧めてくれるお友達がいまして、でその頃実は私スポーツクラブとかをせっせと通う、もうあのそれこそエアロビクスとかその時はヨガはなかったんですよ。はい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 、ね、そう、もう実はちょっと飽き足りてしまって、あの学生の頃から行ったもんですから、はい、なるほど。それで、あのまだなかったんですよ、ヨガもなければフラダンスもない。レオタードの時代もしかして。そうですよ。ワナフィーリーからね。知ってる？ラッシュダンス。ラッシュダンス。ラッシュダンスから。これ映画見に行ったよ。あ、私も見ましたよ。見ました。綺麗でしたね。もう本当にあれが、あの、こういうね、ハイレグのね。ハイレグのね。はい、この、あの時代です。まあ、やっぱあれに憧れて踊りますでしょ。で、私、そうです。っていうか、ちっちゃい頃、そう。で、ちっちゃい、はいはいはい。ちっちゃい頃、バトントーリングとかやってたので、踊り、慣れてる、そんな踊りたいっていう人。で、芸能人の、あの、社交ダンス部とかあって、して、はい、もうとにかく何かを踊りたい私と思ってたところ、私の友人が、そんなに体力が有り余ってるから、あなたフラメンコでもやった方がいいんじゃないって言われて、そうだやりたかったってなって、そうなんだ。すぐに習い出しました。はい、そのダンス系っていろいろ種類あるけど、フラメンコに。フラメンコに行ったんですよ。友達のその一言で。そうです。それで、あのちょうどその時にテレビでも、あのトンネルズのお二人とか、はい、マルシアさんとかがスペインに行って、はい、お祭りの曲を習いに行くとか、テレビでもそうだったですし、実はあのバルセロナオリンピック。はい。それも被ってきてたんですよ、バルセロナオリンピック。ね、もうあれでやっぱりフラメンコも見せられてっていうこともあって、でも最初はね、ただもう響きだけでいきましたね。私やるんだと思って。すごいね。いきました。ビーンと自分の中に入ったんで、ね、フラメンコ私やるんだった私っていう感じで。そこから。そこからなんと本当に、途切れることなく、今この現在を教室を経営しておりますが、ずっと踊ってます。数十年。数十年ずっと踊って、すごいね、一つのことにね、ずっと特化して。もうね、大先生ですよ。とんでもございません。ね。もう私以外にもいっぱいね、大先生がもちろんね。まだまだペーペーのペーでございます。もうでも後進をね、育てる側に来てるんじゃないですか。そうです、もう後進を育ててますね。ね、そうでしょ。ね、まあまあいろいろなんですけど、まあ今日はですね、そのプチプチ講座そうなんですよ、皆さんお楽しみに。プチプチ。はい、まずね、この前。興味がね、そう。やってた時にめっちゃこうなる、すっごい大きい音が鳴るわけですよ。そう、叩き方がありまして。叩き方。教えて。そう、パルマと言うんです。まず手拍子のことをパルマと言って、
あのフラメンコ全体のグルーヴをきっちり保つために訓練されています、うん、まずそう、うん、でこれはこれだけでも講座があるぐらい、うん、まあみんな真剣に修行をしてることなんですけど、うん、簡単に、まあ、叩き方とかね、叩き方ですよ、言いますね、はい、で、うん、あのここにね、うん、ここ手のひらに、はい、あのちっちゃく空気を空気入れる、あのそうこう溜めるような感じで、はい、うん、こちらもちょっと曲げて、曲げてで、ちょっと待ってよ、高い音が出ます、ちょっとずらして、そちょっとずらして、なんか爆笑しちゃった時にパンっていい音出ちゃうよみたいな、お力入れるとなかなかなりません、ああ、わかる、これ痛い、ちょっとそうそう痛い、それ痛い、ちょっと、あれこうやってこうやって、こうやって、こうやって、違うんですけど、音これは叩き方がセコと言います、セコ、まあこういう音です、あそこに出てきた、ね、でも今日大丈夫ですよ、伏見さん、はい、バホと言って、はい、ちょっと低い音、これがバホ、やりやすい、あやりやすい、やりやすい、たくさんかぶせてね、はい、ですよこれね、たくさんかぶせていて、はい、これがバホと言います、バホ、バホ、バホ、今日はバホで練習ね、パルマとバホ、パルマ、パルマは手拍子、手拍子ね、でバホ、これがセコ、セコ、セコが鳴らないんです、セコさん、プロデューサーの青木さんは真剣な顔でセコ、セコさん、セコさんってなんかマラソンのセコさん似てない？あうまい、あそうそう、なんとなくうまい、私手をにしよう、そうそうそう、まあね、まあオレ、そうそうそう、それがね、オレオレ、あオレオレ、なんとね、オレオがアに近いんですよ、オレ、そううまい、オレ、あそうそうそう、私あのもう全然しないからオレしか、あれ、外野がすごい、あれ、外野がすごい、あれ、あれ、さん、あれ、あ、そう、あれ、そう、でも今ね、めちゃくちゃに叩くじゃないですか。うんうん、これがグループが欲しいわけです。はい。1が足、一、あ、ちょっと待って、一、二、三、四、足、トントントン、トン、足、トン、皆さん足叩いてます。足、足、トントン、足踏んでます。はい、ちょっと行くと待ってください。はい。で、叩き方でね、はい、うん、これが。こう叩くじゃないですか。はい。閉じて、と、そう、閉じてる方が長い。で、こういうことは、1も閉じてるし、2、3、閉じて。1、2、3、しっかり、お兄さん。1が足です。足、トン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 、足、トン、トン、4秒です。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。じゃあ、1で、オレーと言います。オレーオレイオレイオレイ、そういうことですね。オレイオレイ、続けてください、オレイ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 、そういうことです、オレイオレイ、じゃあこれに変えてください。うんたたたんたん、うんたたたんたん、うんたたたん、閉じて、うんたたたんたん、私がじゃあこっち行きますね、早くならないです、ずっとゆっくり、オレビエンビエンって言います、ビエンビエン、晴れようと言います、ビエン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 、じゃあ止まります、そうそうそう、オレオレで、オレってじゃあ一体何なんですか、何ですかオレって、何だと思います、やったーとかイエーイとかみんなとか、そうですね、うん、よお見事っていうのが、お見事、一番ぴったりくる言葉です、よお見事ということですね、はぁーって感じで言ってたらそう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 、へぇーよーって感じ、よーって感じ、ちゃ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 じゃあ、オレって感じ？そう、もうね、こう盛り上がってきて、うんうんうん、いいぞっていうか、お見事と思った時に、オレって言います。オレ叫びますね、オレ、もう暑いですから、もう本当に気持ちがね。オレ、うまくいったらとかっていう時とかは、ビエンです。ビエン。ビエンは英語でグッド。グッド。グッドです。ビエン。これ、ビエン、そう、こう、掛け声なんですけどね。掛け声のことを、ハレオって言うんですけども、ハレオ。ハレオ。ハレオ。オレもだからハレオ、ね。ハレオくんいるよね。ハレオくん。ハレオ。ハレオくん。ハレオ。ハレオ。セコ。ね。ね。ビエン。そうそうそう。ビエンとかね。あ、なんか覚えやすい単語ではなく、ちょっとね、短い単語でね。そう。で、今、四拍子系の、だからパルマをしたんですよ。そうそう。そう。それも、そうね。足をしっかり入れて、
タカタンタン、足手を振って、これは離しちゃダメです。あ、そうか。閉じます。タカタンタン、タカタンタン、あれ。タカタンタン、ビエン。タカタンタン、ビエン。うまい。ビエン。あら、うまい。はい、止まります。はい、こういう、あの、リズムのが、ベースで、はい。あの、歌が、あったり、ギターがあったりするんですね。ダンスがあって。そうですね。今4拍子でいただきましたけれども、うんうんうん、フラメンコには大きく分けて2つリズムがあります。はい、今分かりやすく4拍子なんですけど、はい、もう一つは12拍子。12拍子ちょっと。はい。12拍子ですよ。そう。ちょっと一回でちょっと説明したいんですけど、はい、12からしかも始まります。1からではない。これが、またね、はい、ちょっとフラメンコを難しく、うん、あの、感じる瞬間ってあるかと思うんですけど、うん、実は私たち8分の6拍子で踊りを踊っていて、音楽的には12拍子なんですけど、これが8分の6拍子なんですけれど、12から始まって11まで、このカウントをぐるぐるして踊っています。決めは10にあります。すごく不思議な、まか不思議ですが、これを妙技なんですが、これを25年踊ってる。やってる。最初どうなったんですか？そう、びっくりしますけど、これは訓練があって、急にそんなに、うん、あの難しい曲をやるわけじゃなくて、うんうん、お祭りの曲をやったりしていて、馴染んでくるんですよ。ですから、あの、急にではなくて、とても訓練されています。12拍子というのはこんな感じです。うん、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、平たく叩いてます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12となるんですが、うん、なんと前の6拍を3拍子を2つ、うん、後ろの6拍を2拍子が3つ、うん、この組み合わせで12拍で、うん、なんと踊りを踊っています。へー、妙技というか、もうなんだそりゃって。リズムが独特ってこと？独特です。でもこれでみんな変態ですね。だからこれが、まあ、のりさんもそうですけども、うんうん、この前のギターのね、土屋先生もそうなんですけれども、うんうん、全員が共有していて、完璧にずらさず踊ってるし、弾いてるし、歌ってるしなんですね。だからそれが4拍子の曲と12拍子の曲の部分と2つに分かれてると、まあそういうことになるんです。フラメンコのリズム、フラメンコのリズムってそんなに複雑というか、知らなかったですよ。でも俺しか、いや、でもイメージはね、そうだと思います。そうですね、イメージといえば、はい、私めね、今日は時間ね、そんなないんですけど、あの、大丈夫ですか、はい、カスタネット、パリージョと言いますけれども、はい、一回やらせてもらったことあって、難しいです。難しかったです。じゃあちょっと、はい、どんな音が鳴るか、うんうん、皆さん見ていただいた方がいいですか、うんうんうん、こう右のものと左のものとちゃんと決まっていて、楽器なんですよ、うん、すみません、私もちょっと久しぶりすぎて、すみません、この指輪とかしたのがいいかな。私じゃあちょっと大音量になります。青木さんすいません。ちょっと大丈夫でしょうか。いいですね。ちょっとね、意外とですね、うん、大きな音が、ね、とじみさん出るんですよ。うん、じゃあちょっとね、行きますよ、叩いてみますよ。どんな感じかな。私たちで歌う。お、わあ。タタラタタ。ああすごい。このタタラタラ。ああ。いやすごい。タタラタタラ。うん。わあ。てか。すごい。ちょっと聞いて。あれ。あれ。素晴らしい。あれ。あれ。どうですか。もっとすごい。ここのタラタラタラがすごいよね。あ、ちょっと下手だ。下手なんですけど、あの、それをさ、こういうことは、なかなか難しかったです。右手で、うん、あの、タリラリっていうことを、こう一個ずつではなくて、タラララン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 。順番に、で、5個目の音は、うん、あの、左手になるんですけど、こんな感じで、これを打ちながらなんと踊ります。すごい。やっぱ技術になるんですけど、これも訓練されていまして、うん、楽器を打ちながら踊るになります。うん、なんか割と皆さんね、こういうのでしょって言うんですけど、これやれるのはまた大変ですが、はい、ちょっととしみさんつけてみます。いいですか？つけてくれる？いいですよ。ちょっと、親指にこういう感じ、うん、甘皮と関節を挟んでくっつけてください。どういうこと？あ、そうです、今ちょっと紐でこういう感じでくっつけてください、はい、で片方を引っ張りますと、はい、ギュッときつくなるんですけど、はいはい、ピンピンにきつい、本当だ、ピンピンしてください。自分でも引っ張ってならないよ。それでここを押さえます、うん、カンって押してください。そうで、これを下向きにしてカンって
うわ、ほら。ちょっと待って、お祭り。タンタンタンからやって。なんで？でこっちはね、あのパンパンで一音だけです。そうでこっちがタリラリラなんですけど。タラタラリラできないの。そうこれはね一回ではできないんですけど。これができなかった。訓練をあの皆さん難しいです。これもやっぱ何でもね、ね、すぐできちゃわないよね。すぐ練習ですよ。これも日々の練習。皆さん。そうそう。なめこでも楽しいから、ぜひぜひ。そう、びっくりする。最初はね、結構びっくりするんですよ、元。そう。だから、まず一音一音ね、小指からなんです。小指から下向きです。こう下向きになっていて、小指から。あ、小指だけ、まず、1、2、3、4、5です。鳴らし方、ピアノじゃないんですけど。そう。1、2、3、4、5。です。1,2,3,4,5 これをしばらくなるまでそういう練習をします。笑ってる、笑われてる。オレ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 、はい、びっくりしました。あ、でも楽しい。ずっとやってたくなっちゃう。なんかこれね、こうね、音が鳴るものって楽しいですよ ね、鳴り物、鳴り物、鳴り物です。鳴るもの、鳴り物、鳴り物、まあ、鳴り物、鳴り物、鳴るもの、鳴るもの、そうなるもの。はい、面白い。ぜひぜひ体験してみてくださいよね、皆さん。ぜひ、あの、ありがとう、貴重な楽器。いえいえ、焼津の皆さんにもね、ラメッコ習ってほしいです。うん、いつでも来ます。面白いですよ、本当に。いろんなね、アイテムがありまして、私が喋ってます。いいですか、はい、いいですよ。こういうのもあります。これ何アバニコと言います。アバニコ。アバニコ。アバニコ。と言います。これはアバニコと言うんですけど、はい、うん、そう、あの日本の舞踊、日本舞踊、うん、日本舞踊でもこの扇ってありますけど、うんうん、フラメンコですね。スペイン舞踊にもこの扇があります。はい、で、うん、こうちょっとね透けていたりして可愛い柄になってるんですけど、うん、これもね、うん、あの閉じたり開いたり回したりして踊りのアイテムとしてあります。あ、涼しい。似合う。うん、あの、アバニコを使った曲というのが、ま、回すのってどんな感じなんですか。あ、これ、これ、ちょっとなんか、ぶつけちゃいちょうですね。うん、まあ、こう。あら、なんとか夫人じゃないですか。うれこういう感じでしょうかね。なるほどね。今度、のりさんとじゃやりましょうかね。じゃあ、これです。こういう感じ。たらんたらんたらん、おれ。こういう感じですかね。まあ、とにかく、あの、これを回しながら、うん、で決めでは、うん、6、7、8、9、と言って、パッと決めポーズで開いたり閉じたりいろいろして、うん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 、足を打ち鳴らしながらも回してたりします。私たちは足を打ち鳴らすのが見せ場です。パンってね、そうですね、タンタタンって。でもっと細かいです。だってこれも細かかったもん。このとても細かい音。もうこの練習しないけ、まずはね。はい、あのいろいろ鬱血しますから。鬱血するほどあのきついですよ。これをきつくですね、うん、これ取れるの。これ取れます。あ、もら取れないみたい。持ってもらってくれ。これピンピンにくっつけるんです。本当だ、ね、止まりさ、あ、これここここここを あの引っ張ると、もっと自分で引っ張れます。引っ張れる。そうすると取れる。はい、緩め、緩みます。あ、なるほど、はい、付け方があって、こういう、ね、縛り方もあるんですね。はい、これ、はい、これやり以上、こういうの欲しいって言ったらどこにあるんですか。あ、これは私ゆみに発注してください。あの商社にちゃんと、あのスペイン、スペインの、あ、スペイン商社の、まあ、イベリアさんとかで買うんですけど、うん、イベリアさんで売ってます。16,000円か7,000円ぐらいかな。2つで、あ、2つでセットになってます。両手にするのが普通です。で、あのお土産品とかもね、うんうんうん、たまに売ってますけど、それは全然なりませんので、うん、はい、こういう楽器として売ってるのはやっぱイベリアさんとか専門のところで売ってます、ね、はい、うん、いや楽しかったですよ、本当に。そう、いや、パリージョ、ね、はい、パリージョやってみたいよって人言ってください、ね、やってみたいよって人ゆかつに連絡ください。お願いします。それゆかつさんのなんかあるじゃないですか、宣伝。え、いいんですか。いいですよ。なんで、え、もうそんな時間。結構ね、あっという間の時間なんだな、これが。びっくりでしょ。もうこれ壊してほしかったのに。よかったら広げてください。あ、広げていいの。え、私もね、今週実は発表会があって。そうですよ、教室の。ほいで、なんだって。すごい。そう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 。こちら、としみさんでもダンサーですよね。一応ね。面白い面白い。私はコロナから。コロナだから。コロナだから。そう、すごい日本っぽいよ。あららら、そう、あ、ちょっとじゃ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 って感じ。あ、それは何ですか。日舞で習ったんですか。あ、ちょっとこれはあのよさこい系の和のダンスの、よさこい系、はい、よさこい系をやります。あの教えてます。あ、素晴らしい。もうとしみさんのこと知らなくてすいません。あ、いやいや、あのでびっくりしたね、最初ね、うん、先生来たからさ、大御所の先生がね、あそこにいたから
なんで？そうです。川森先生がいらっしゃるときびっくりしましたね。あ、そうです。名前を見て、もしそうだよなと思ってたけど、やっぱりご本人を目の前にしたら、変わらないと思って。お変わりないですね。お変わりないと思って。先生はお変わりございません。お元気です。そうですね。当時からお元気でした。ね、でも、としみさんもすごいお元気じゃないですか。うん、もう逆にインタビューしますと、うん、元気の源って何ですか？としみさんの元気の源。はい。はい、なんとかなるさ。いい言葉を聞いたよ。本当。なんとかなるさ。なるさ。あ、はい。あ、もうそこ気にしない気にしない気にしない、なんとかなるさ、はい、気にしない気にしない、今を楽しく、ああはい、本当ですよ、カレーをカレーにいっぱいあるでしょ、そうですよ、はい、いつも笑ってニコニコと、はい、そうです本当、そうなんですよ、そんなところかな、まだあるけど語録がね、一言ではない、ないない、一言ではない、一言で言ったら一言で言ったら本当今を楽しむ、楽しんで、ですね、なんかコロナ禍になって、うん、より一層それは感じますよね、コロナ禍前もずっとそういう人だったんだけど、うん、あんまり大きな声で言えなかったところがあって、なんか、でもやっぱし、ね、発信しよう言おうと思って教室とかで言ってたら、うん、生徒さんが、はい、私もちょっと付け加えて言ったら、前からそんな感じでしたよって言われてはい、そうだったって、もうね、皆さんはもうそれ分かりますよね、もうね、としみさん見てたら、私のことはちょっと、ね、からそういうことでもすぐ分かって、そう言ってもらえると本当嬉しいんですよ、はい、好きなことをやらないと、だからやり残し、言い残しはしたくなくて、そうだって明日死ぬかもしれないから、そうなんですよ、何が起こるか分からない、今今日この頃、ね、誰もがね、本当です、はい、だからやっぱり後悔のないように、そうなんです、笑って楽しく生きてるという、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ゆかさん、でももうお礼で終わっちゃうね、これで。お礼で。いや、早くできちゃうね。お礼、お礼。いや、早く、ごめんなさい。はい。ちゃんと、説明の、そうそう。すいません。宣伝しよう。宣伝の、すいません、はい。失礼いたします。6月の11日、うん、今週の日曜日ですけれども、浜松のクリエイト浜松で、私のエステディオユカフラメンコというんですけど、教室の発表会があります。そうですよ。はい。まだチケットあります。はい、2000円なんですけれども、当日券もございますので、ぜひお時間があればいらしてください。カンテなんですけど、カンテって歌い手のことなんですが、あ、フラメンコって生演奏なんです。すべてギターも歌も、パルマといってさっきの声も全部先生たちが後ろにいて、バックアーティストとしているんですけど、今回の、カンテなんですけど、静岡県内ではおなじみの、もう一品欲しいなの石塚貴光さん、歌われてる方は石塚貴光さんで、出ている方がダニエル・リコさんなんですけど、歌を歌ってらっしゃる、はい、方がカンテで発表会に来てくださいます、はい、コメントが、コメント入ってくるんですよ、タウン、ちょっとね、私はね、はい、のぞみさんありがとうございます、どこ、フラメンコは見ていると、たかたか、カレーですが踊るのは難しそうですね、老眼で奥深さを感じました、大丈夫ですか、うん、トシミンもおもちゃにおもちゃを与えないでください、トシミンにおもちゃおもちゃじゃないですよ、立派なね、何でしたっけこれ、パリージョ、パリージョ1万いくら、1万6000か7000ぐらい、はい、欲しいです、よろしくお願いします、そうそうそう、のすみさんに言ってる、ゆかすんにオーダーお願いしますね、よろしく、もぐだ、飲みますよ、はい、お願いします、おもちゃと言って失礼な、そうだよ、すみません、トシミンが持つとおもちゃです、そういうこと、そういうこと、面白い、そう、おっしゃる通りですよ、もうね、はいはい、奥深いね、ねものがありますけども、ね、でもね、あれなんですよ、のぞみさん、最初にもし入られた場合は、お祭りの曲から練習をしていくので、大丈夫なんです、急に難しいフラメンコはやりません、はい、で、手取り足取り基本の木からやってまいりますので、はい、はい、大丈夫なんです、大丈夫なんです、はい、はい、清水さん一緒にね、またジョイントしてほしい手取り足取り、はい、手取り足取り、でも本当楽しそうですよ、そして衣装もね、そう華やかですね、でこうやって一回やってみたいね、お前お礼お礼って言ってみたい、言ってみたいでしょう、ねえ、ねえ、似合いそう、マジさん、ね、してほしい、ね、そうつけまつげはつけます、ね、ね、華やかですよね、こんな顔では出ません、私もさすがにステージはこの顔ではございませんまあ本当にこうステージってね、また私たちね、また違う、こう化粧したりとか衣装着たりとかして ね、もう上がりますよね、はい、ますね、作って、作り込んで、はい、作り込んで作り込んだゆかつをぜひぜひ、ぜひ見て、ね、生でご覧になってください、いただきたい、はい、それではありがとうございます、
コメント、コメント入ってます。すみません、だからほんまに交わすつもりですねって感じでほんまです。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、オレイ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 って言っちゃう、なんだろうね。やっぱそれなんか日本の文化の中で、そうですね、オレイみたいになっちゃう、なっちゃいますね。オレイです。皆さんオレイですよ。オレイ、わからなくなったらこの番組をまた昔くださいね。そうです。はい、もう終わりなんですよ。もう早いね。早い。ありがとう。また来たいですか。もちろん楽しかったですよ。皆さんも一緒にわね、セコセコですよ。セコ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 バオバオはね、日本でしょ、全然違う。はい、それではゆかさんでしたよ、はい、ありがとうございます。フラメンコ舞踊家のゆかさんでした。そしてなんとこの後もゆかさんのときめきの扉でお楽しみください。引き続きよろしく見てね。ありがとうございました。おんあちっとワクワクドキドキイエーイオレイ。今何を言おうと、あれあれいつものをやるかと思いきや、ありがとうございました。